が動物を探してる時に出てくるんだよ。鳥かごを開けたらうっかり逃がしちゃっただけだよ。文句言うな、ナムコプロ。響き、見つかったのですか。高根は年上だけど事務所では自分と同期さ。オウム探しちょっと手伝ってもらってたんだ。うわ、なんでナムコプロにこんなこと教えなきゃいけないんだよ。私、四条高根と申します。ここにおりますガナハ響と同じく黒いプロでアイドルをしております。そうですね、私は響ほど自由ではありませんし。あ、いえ、何でもありません。ところで、あなた様は？やはりナムコプロの方なのですか。はい、ですが黒い社長がおっしゃるほどの悪人にはとても見えませんね。ブーン、またそんなこと言っちゃって。高根はほんと不思議ちゃんだぞ。絶対黒い社長の言うことが正しいってば。ナムコプロは極悪事務所で決定だ。先ほどから二人の会話を聞いているとまるで兄弟のようですね。な、兄弟？あ、でもそういえば実家の兄貴にちょっと感じが似てるかも。むか！こっちだって口うるさい兄貴は一人で間に合ってるぞ。誰が？そうか、兄貴に似てるから余計ムカつくのか。良いではありませんか。この方を兄君としてお慕い申し上げても、この方の瞳、嘘はありませんよ。あなたはどうして響きに助力を？私たちの所属する黒いプロはあなたの事務所とは敵対関係なのですよ。嘘ばっか。ナムコプロが自分に近づこうとするのは弱みを握りたいからだよね。で、脅迫する気なんだって黒い社長が言ってたぞ。その手には乗らないもんね。もう行くから、オーケー返して。じゃ、帰ります。バイバイ。響き、失礼な振る舞いを。それでは、私も失礼いたします。